はい、こんにちは、さとみです。今日は4分の1完成したというところでご報告です。今日は10月7日なんですけど、3日前から始めて4分の1が完成しました。今日は外が大雨で、もしかしたら雨の音がすごく聞こえているかもしれませんが、制作途中の話なんですけど、制作の途中でこう今写真をパッと出すんですけど、もうなんか途中漫画のゴルゴ13のゴルゴにしか本宮さん見えなくなっちゃって、本当に本人になるのかなと思いながら、心配しながらペインティングしてたんですけど、無事になんか本人の顔になったんで、すごく安心してます。で、色もピンクとか緑とか入ってるんですけど、以前モノクロの人物をペインティングした際も同じような色が入っていたので、こういう色を使うんだなっていうことがまた改めて学習できたかなと思います。続いて4分の2進めていくんですけど、まずは統一の白い文字の部分からペインティングしていって、次は山口さんっていう感じで、進められたらいいなとは思っていますが、山口さんも多分ゴルゴになっちゃうんじゃないかなと思いながら、はい、もうそれも楽しみつつ進めていきたいと思います。また4分の2、制作し終わったら動画を撮りたいと思います。今日は10月13日なんですけど、昨日の朝方2分の1が完成いたしました。10月7日に4分の1完成しているので、7日も入れて5日から6日かけて2分の1が完成したというような形です。で、今回は本宮さんを作った時はゴルゴになっちゃったんですけど、途中山口さんは全然ゴルゴ感が出ず、あれみたいな感じで進んでいって、気づいたら終わっていたっていうような感じです。とはいえ、あと目に魂を宿らせるじゃないですけど、あとは顔のね半分と、頭の部分、黒が多い箇所になるかと思うんですけど、そちらを作っていきたいと思います。で、目標は今月いっぱいでまず、作り上げるという目標でいるので、作り上げたら、お友達にお渡しして本人に届くといいなということをあわよくば思っているので届くことを願いつつ制作していきたいと思います。見ての通り日本統一完成しました。今までの動画では4分の1ずつ出来上がったら動画を収録するみたいな形だったんですけど、4分の3あたりから頭をここだけ先に作って、顔を最後に残したんですね。で、この部分は動画を撮らずに YouTube のショートの方に動画を上げたので、こちらの動画でつなげてみたいと思います。で、最後顔の部分ですね。ここの部分は、16色ビーズがあったので、2色ずつとか1色ずつで順を追って、動画を撮っているので、それをつなげて、完成まで見てみたいと思います。はい、完成です。制作期間なんですけど、もう一回振り返ってみると、一番初めにスタートしたのはここの部分なんですけど、それが10月4日スタートしました。で、10月7日に
4分の1完成して、で2分の1こちら側ですね、半分できたのが10月12日になります。で、頭の部分を完成させたのが10月の16日全体を完成させたのが、10月19日の夜になっています。なので制作期間としては、16日間の制作になります。で最後こわもてな方々がキラキラしている映像も撮ったので、そちらもご覧ください。はい、ということでめっちゃキラキラしてませんでしたか？やっぱりサイズも大きいので光が当たるとダイナミックにこうキラキラ光っている感じがしますよね。これは事務所の方にお渡しして、一応ご本人の方とかスタッフの皆さんにも見せるよみたいなことを聞いてはいるんですけど、まあ、忙しいと思うので、それがいつになるのかっていうところがわからないので、届き次第またご報告できたらなと思います。はい、それでは今回は、日本統一が出来上がるまで最終完成に至りました。ではまた違う作品でお会いしましょう。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた。